ハーバーバドででねううわこれすすげえいいなかかどうよかったんですか、ね、大学まで日本の教育を受けてくると、うん、ずっとレクチャー形式で記憶と正解を求める教育なんですが、うん、ハーバードの場合ディスカッション形式で正解はないと<ー>最善の解を求めなさいということと教授は教えないと考えさせるんだとでディスカッションをするというところにすごく感銘を受けてですね全然だって日本の教育と、ね、真逆ですよねそれハーバード みたいなやつ作ろうっつってそれで一方的に教えるだけじゃなくて議論とかするようなものをやろうって始まったんですかそうです